ドイツでは新型コロナで中止されていたクリスマスマーケットが3年ぶりに復活しました。その影響で広場ではワールドカップのパブリックビューイングがほとんど実施されない見通しです。あ、今ツリーが点灯しました。この辺り一帯ソーセージの美味しそうな匂いが漂っています。ミュンヘンにクリスマスマーケットが戻ってきました。ドイツのミュンヘンでは冬の風物詩のクリスマスマーケットが新型コロナでの中止を経て3年ぶりに始まりました。各地の広場もクリスマスムード一色となっていて、明日行われる日本対ドイツ戦のパブリックビューイングを広場で実施できない自治体も多いということです。ロシアのウクライナ侵攻の影響でヨーロッパの電気価格は高騰しています。この冬は節電が呼びかけられていて、ミュンヘンではクリスマスマーケットのライトの数を減らすなどの工夫を行っています。